皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も eFootball 2023トークやっていきたいと思います。はい、ということでエピックの復刻がやってまいりました。初回に来たインテルと、その次の週にやってきたかな、ミランと、で割と最近来た、バルセロナ、この3つのね、ピックガチャがね復刻になったんですけど、皆さん引くか悩んでいる方いるんでしょうか。はい、今回はそんな話をしていきます。まあ、レベマの方は、まあ、過去にね、出たピックになりますので、まあ、それぞれ、まあ、いろんな配信者ね、そのタイミングで出してると思うんで、確認してみてください。私も出してます。気になる方はそれぞれの動画見てみてください。はい、私で言うと、バルセロナ引きまして、クライフが一発目に出て、撤退したはずです。でプジョルはレジェンダリー持ってますね。でインテルは、バイエルンのマテウス持ってます。でミランで言うとバルサ版の、ガウーシュ持ってますね。てな感じで、まあ、持ってない選手とか、引いてないガチャもあるんですけど、私はこの3つ引きません。はい、なぜかというと、まあ、シンプルではあるんですけど、またアプリと家庭用とかでね、若干もしかしたら意見変わるかもしれませんけど、まずこのガチャたちってもう登場して1ヶ月2ヶ月とか、優に超えてると思います。まあ、そんな、時が経っている中で対戦相手が使っていますでしょうか。それぞれの選手、私の感覚で言うと、まずミランの方からいきましょう。カフー使ってる方ほぼいません。セードルフ使ってる方たまに見ます。ロナウジーニョのミランを使ってる方ほぼいません。はい、この3名で言うと、まずロナウジーニョに関しては、最近ネイマールが来たりとか、まあ、そういうのも大きいですかね。同じチャンスメーカーだったりとか、しますので、まあ、スキルの優秀さとか、ライブアップデートがいい、ネイマールが使われることが多いんじゃないかなって感じです。はい、そしてセードルフに関してはたまに見かけます。たまには見かけますけど、まあ、ピルロ持ってる方は別にピルロでもいいんじゃないかなみたいな、感じなんですかね。でカフーは、まあ、右サイドバックガンガン上げたい方、限定の話かなっていうのと、まあ、基本的にアーノルドパック買った方は、そっちを使っている方も多いんじゃないかなっていう感じです。はい、というわけでね、基本的には必要ないと思うんですけど、現役選手ライブアップデートもね、ついてますし今は大丈夫そう。そしてインテルの方ですけど、見る選手で言うと、まあ、ベルカンプ、マテウス、スナイデル、ほぼ見ません。私はレート帯にもしかしたらよるかもしれないです。ディビジョン帯か。まあこちらもそうですね、まあ、ベルカンプよりも強いフォワードはね、いるというところと、あとマテウスよりもスナイデルよりも、強いミッドフィルダーがいるっていう、まあ、シンプルな理由でしょうね。まあ、初回のね、ピックのタイミング、インテル出てきたタイミングでは結構使ってる方、多かったですけど、今となってはほぼ見ませんので、まあ、そんなにね、みんなが使っていないイコール、みんなが実際に試してみて、そんなに強くないと感じているから、今は使っていない。もしくはライブアップデートがね、他の選手いいから使っていない。まあ、どっちかわからないですけど、まあ、めっちゃ強いのであれば、スカットに入ってて、試合でね、バンバン使ってくると思うんで、みんなが使ってこないってことは、そんなに強くなかったってことでいいんじゃないかなっていう判断です。はい、そして最後バルセロナ、デコほぼ見ません。プジョルはたまに見ます。ネクライフもまだたまに見ますみたいな、そんな感じかな。優秀な2列目からの飛び出して B 固定という、まあ、圧倒的な特徴があるクライフは、たまに見かけますし、まあ、センターバックで B 固定もね非常に珍しく、中でもハードプレスが強いので、まあ、プジョル使ってる方もたまに見かけます。なのでデコはほぼ見ません。まあ、引くのであれば、まあ、バルサかなって感じ。センターバック困ってるとか、優秀な2列目が欲しいとか、そういう方は、こっちを引くかなぐらいですが、まあ、私も、クライフ、プジョルはちょっとレジェンダリーですけど、まあ、そんなに、絶対スカットに入れてるって感じでもないです。まあ、クライフの、ね、2列目は優秀でいいですけど、自分はネイマール使ってます。まあ、ネイマール持ってない方は別に他の選手、皆さん優秀な選手持ってると思います。まあ、ペドリとかでもいいし、ライブアップデートがね、ついてるうちは、そういう選手でもしっかりと代用できます。はい、なので、私はこの3つのガチャ特にまあ狙う必要はないのかなって思いますけど、気になる方はバルセロナをチェックしてもいいかなぐらい。はい、今後、来るであろうガチャをね、チェックしておきましょう。候補1バルセロナ、見た感じそんな強そうな選手はいません。そして大量のデータが入ってるユナイテッド、まあ、初めて来るねファンニステルロイとか、注目されるんじゃないかなと思います。で個人的にはゴールキーパーシュマイケル気になってるんで気にはなるんですけど、まあ、誰がね、先に来るのか分かりませんし、ベッカムは顔なしだしまだ、どうなるか分かりません。はい、注目になるのがアーセナルだと思います。なかなか来ません。
コナミさんどうしたんでしょうか。まあ、基本的に家庭用でビーラ持ってない方はここを狙うと思うので、まあ、基本家庭用はアーセナル狙いでステイでいいんじゃないかなって感じはします。まあ、アプリだとちょっとね、状況が違うかもしれません。はい、ただし、一つ注意点があって、まあ、この後、まあ、ワールドカップ期間に入って、リーグ戦が中断されます。まあ、この感じ、今までのコナミの感じだと、おそらくライブアップデートをワールドカップ仕様に変えてくれません。ワールドカップ期間中もリーグ戦が続くリーグが、南米中心にあるので、そこ、ライブアップデートつけてるんで、ヨーロッパは C 固定です、みたいな、そう言い張るのでしょう。おそらくね、その流れはあると思うので、まあ、その期間、ライブアップデートが、皆さん C 固定になっちゃうということで、まあ、そういう時に、役に立つのが、活躍してくれるのがこの B 固定たちです。まあ、そんな時にね、大活躍してくれる、スカッドに、ね、入るような、B 固定を持っていないという方は、この復刻を、狙ってみる価値はあるとは思います。ただし、この後、シーズンが切り替わりますし、おそらく新しいデータを入れてきます。まあ、ビエラだけがね、控えているわけではありません。他のまあ、バルサとかユナイテッドとかユベントスとかももしかしたらまた来るかもしれないし、まあ J リーグがね、控えているかもしれませんし、いろいろね、想像以上のね、選手が来る可能性もあります。完全新規とかもあり得るかもしれません。まあ、その辺もしっかりと、判断する材料にした方がいいと思います。これからナショナルセレクションも、ほとんど多分無制限ガチャ感があります。イタリアも、無制限でしたので、まあ、同じようなクラス、まあ、フランス、オランダ、ドイツとか、まあ、日本もね、多分来ると思いますが、そこにコインも使うことになるかもしれません。各ガチャ多分ね、強い選手何人か入ってくるでしょう。毎週の週刊 FP だったりとか、まあ、ワールドカップから週刊 FP が来るのか分かりませんけど、さらには先ほども言った、新データのエピックがまた来るかもしれません。そこにコインを残さないといけませんし、今後考えて、今ね、この復刻、こちらを引くのか、引かないのか、ぜひ検討してみてください。質問がある方はぜひコメントで。ということで、こちらのチャンネル、ユットボール情報を随時紹介しております。選手の紹介、検証系、最新情報、イベント情報、いろいろ網羅して、紹介しております。チャンネル登録してない方、ぜひチャンネル登録、合わせて高評価お願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。